異なっても多くの国民は否と答えるでありましょう。この法案は以上廃案にするしかないと信じます。次に東京大学名誉教授の上野千鶴子さん、お願いいたします。安全保障関連法案に反対する学者の会呼びかけ人の一人、上野千鶴子です。憲法改正をナチスに習って騒がず静かにやればよいと言ったのは未曽有の教養のない副総理麻生太郎という人でございます。憲法改正は9条問題と言われておりますが、自民党の憲法改正草案を見ますと9条というのがありまして、ここに緊急事態という項目がございます。この緊急事態には自然災害、武力攻撃、内乱というふうに並んでいるんですけども、この時には法律と同じ効力を持つ法令を内閣が自由に発令できるというふうにあります。これこそ独裁政権そのものです。そうだ。現在の政権は着々とこの方向への道を進めております。まさに世界で最も民主的と言われたワイマール憲法の下でナチスが成り立ったのと同じことが今起きようとしています。でナチスが倒れた後、その戦争の後でどうしてあのナチスを止められなかったのかと迫られた、ある牧師マーチン・ニーメラーさんという人なんですが、痛恨の思いで書き残した文章があります。有名な文章です。ご存知の方もいらっしゃると思いますがご紹介したいと思います。ナチスが共産主義者を攻撃した時、自分は少し不安であったが、自分は共産主義者ではなかったから何も行動に出なかった。次にナチスは社会主義者を攻撃した、自分はさらに不安を感じたが社会主義者ではなかったから何もしなかった。それからナチスは学校、新聞、ユダヤ人を攻撃し、自分はその度にいつも不安を感じたがそれでもなお行動に出ることはなかった。それからナチスは教会を攻撃した、自分は牧師であった、だから立って行動に出たがその時はすでに遅かった。今安倍政権はこの通り学校、メディア、外国人、しかも近隣諸国の外国人を攻撃しております。最終段階の一歩前です。この中でメディアは、今や政治の介入を受け、皆様の NHK が安倍様の NHK になりたがりました。学校への攻撃はいよいよ高等教育に及び大学の行事に日の丸君が代を今強制しようとしています。これに従わなければ大学交付金でペナルティが来ることでありましょう。また、これから競争的研究資金の獲得の中で軍事研究に対する助成を、求められるような大学も出てくることでありましょう。それから、これから18歳選挙権の更新に伴って国民教育というものが行われ、その中で次のステップはほぼ見えております。彼らは次に教育委員会を廃止するでありましょう。教科書採択は全く自治体首長の専権事項となることでありましょう。今や私たちは大学の危機、教育の危機というものを、目の前にしております。私たち学者の会、通常このように学者が集まって何かにまとまった行動をするということはめったにない者たちがなぜここまで、一緒に行動したかというと、日弁連の皆様方が法的危機、それから憲法の危機を味わっておられるのと同じように、私たちは今学問の危機、教育の危機、
大学の危機、そして知性の危機というものをひしひしと感じているからです。本日午後、100大学有志共同行動をいたしました。合計108の全国各地の大学から反対声明が寄せられました。108という数は大晦日の百八つの煩悩、年送りの鐘でございます。この百八つの大学人のこの強い意志を持って、年送りではなく安倍送りをしたい。皆さんご一緒に戦いましょう。続きまして、東京大学教授の石川健二さん、お願いいたします。こんばんは。東京大学法学部で憲法を教えております石川健二と申します。よろしくお願いします。私はですね、憲法学者というのは、スケベ根性を出しちゃいかんというふうに厳しく教えられて育ちました。スケベ根性というのはどういうことかというと、政治的な色気を出しちゃいかん、あるいは、こちらに政治家たくさんおられますけども、政治家とべったり付き合いを持たせないかということです。そして、学問の自立性を守り、自分たちが守らなきゃいけないものをまず何よりも大事にすべきである、そのように教わって育ったわけなんですが、しかしこのスケベ根性を出したらいかんという、これは実は清宮史郎という私にとっては学問上の総務に当たる方の言葉なんですが、これにはもう一つの概念がありまして、スケベでなきゃいかんということなんですね。スケベではあるということです。つまり政治的な無能力者であってはいけないということです。で、私はもっぱら学問の人生を守るために、反省を費やしてまいりましたけれども、しかしここがその時なんではないか、政治的な無能力者であってはいけない、いざという時はやらなきゃいかんというふうに思いまして、こういうものに向いてない人間なんですけれども、今ここにおります。先ほど上野先生の話が来まして、もう随分うまいもんだな安心いたしましたけども、そういう話は私できませんので、その点はお許しいただきたいと思います。で、私がなぜここにいるのかということなんですけれども、それは単純に言えば立憲対非立憲の戦線を示すためです。私はそういうことでですね、いろいろお誘いをいただくようになったんですけれども、もっぱら、先ほど紹介のあった立憲デモクラシーの会という会の呼びかけ人としての資格において、発言をしています。いろいろこううやめになってしまうよりも、私の肩書きとして立憲デモクラシーという観念が少しでも広まるということを期待して、常にそれでやろうということで、やっております。で、この立憲デモクラシーとは何であるのかということを説明する時間はないのですけれども、しかしここで一つ考えていただきたいのは、この立憲対非立憲という対立軸です。政治にはさまざまな争点があり、そしてさまざまな政治的な形勢に沿って政党ができているわけなんですけれども、私がここに立って示そうとしているのは、それら全ての前提にある立憲対非立憲という戦線であります。ここに立憲という旗を掲げて、高く掲げて、そして私は立っております。ここに非立憲対立憲ですね、立憲対非立憲の戦線があるわけですね。でこの戦線は誰もが守らなければいけない戦線であり、全ての党派を超えて守らなければいけない最低ラインです。でそれが現在侵されようとしているということ、この危機感を、ここで、私は身をもって、強調したいと思いまして、ことに来ないなんですけれども、こうやってマイクを見せているという感じなんですね。で、何分ですね、2時間ぐらい抗議しろと言われたら、楽ちんなんですけども、どこで言われと言われますと、そんなのなかなかやったことがなくて難しいです。で、
一つだけ例を挙げて、示しておきたいと思うんですけれども、たまたま先ほどですね、宮崎先生が内閣法制局のお立場からですね、譲ってはならない一線を今越えようとしているんだという話をされましたので、それに、なぞられてお話をさせていただきます。あと1分だそうですね。内閣法制局っていうのは、これは、ただの役所じゃないか、役人が言ったことなんだから、それは内閣総理大臣がこうだと言えば変えられるんだというような非常に乱暴な言説、これ非常に専制主義的な言説というのが、支配をしております。でこれは一体どういうことなのかということなんですが、先ほど禁犯言という話をされましたけれども、もう少し分かりやすく言いますと、約束を破る自由、契約を破る自由があるのかどうかという問題だというふうに言い換えることができます。で例えば何かの契約をしたときに、俺が契約したことなんだから、俺が破ってもいいだろうということで借金を踏み倒す、というようなことが果たして許されるのか、これなんですね。でこの契約を破る自由を認めてしまいますと、契約社会のルールが壊れてしまう、契約社会が壊れちゃうんですね。これと同じことをやろうとしているわけです。つまり政府が約束したことは、より工事のルールによって縛られているはずであって、政府限りでその都度変えていいという構造にはなっていない、この規範構造をですね、ここでは強調したいわけなんですね。で破ってはならないものを力によって破ってしまうということは一体何を意味しているのかというと、先ほど申しましたように立憲の正反対の非立憲、専制主義、専制権力の、あり方ということになります。現在まさに権力のあり方が立憲的な権力から非立憲的な権力に変わろうとしているという瀬戸際であるということです。で非立憲的な振る舞いというのは、現在の安保法制の審議の一つ一つの局面において、見ることができるわけで、いちいち終了となりましたけれども、いちいち指摘する時間はなくなってしまいましたけれども、しかしここで、強調したいのはですね、我々が守ってきたこの立憲的な国家の在り方というのが現在崩されようとしている、そのまま徳川まで来ているんだということです。で、この安保法制というのはさまざまなことで、違憲だというふうに、我々は言っているわけなんですが、もう時間が来ているようなんですけれども、ちょっとだけ延長させていただきますと、もちろん内容が違憲であるということは言うまでもないことです。これは先ほどから岩田先生や矢崎先生が説明されたところですが、しかし別終了ですね、手続きにおいてもそうであるということです。もちろん私は強調したいわけなんです。つまりどういう立場からどういうものを言おうとしても、絶対に譲ってはいけない、より高次のルールが立憲主義です。でこれをですね、破ることによってしか現在の安保法制は通らない構造になっている、こういうことなんですね。はい、でそこで一つお願いしますが、ここでもし破ってしまうと何が起こるかというと、我々がずっと維持してきた日本国憲法の体制の連続性が断たれてしまうということになります。でこの法的な連続性が断たれるというのは一体どういう事態かというと、これは革命もしくはクーデターです。そうだ、細かい話はできませんけれども、96条の改正論というのが2013年にありましたけれども、この時は国民に革命を起こせという要素をする、国民が革命を起こさなければ動かせない96条の改正をしろというふうに国民に煽ったわけですね。それは通じなかったわけですね。しかしそれじゃあ通じないんだということなら、厳しさを返して今度は国民に背を向けて、現在の政府が過去の政府に対してこれまでの批判的な連続性を切断する行為を行ったわけです。でこれをどういうふうに表現するかということになると、これはクーデターとしか言わないということなんです。これはこう安倍政権けしからんとか、あるいは強行採決で許せないとかいう感情論ではなくて、批判論理であるわけです。でこの論理の一線が権力から国民の自由を守ってるんですね。その一線が断たれようとしている、この危機感をぜひ共有していただきたいということを申し上げまして、
とうございました。